下のど唇鼻です。はい、ということで今回は僕が普段ライブとかでね、やっているパフォーマンスでもある4つの音を同時に口だけで奏でるという、方法をお教えしたいと思います。おそらくビートボックスやられてる方とか長年このチャンネル見てる方からしたらそんなにね難しい技ではないんだけど、最近ビートボックス始めたよという方だったり文化祭とかね宴会とかで盛り上げれる技を一つ持ちたいそういう方にはね、非常におすすめとなってますので、ぜひ見て覚えていただければと思います。それでは早速レッスン行ってみましょう。まずね、この具体的なやり方の前にね、少しだけ解説をさせてください。今回ね、4つの音を同時に奏でるって言ってるんですけども、実は2つの音しか同時に出てません。嘘ついてごめんなさい。基本的にはこの鼻から出る音1つと口から出る音1つ、このような2つまでしか同時には出せません。じゃあなんでね4つの音が同時に出てるように聞こえるかというと、このリズムをずらして出すことによって、4つ出ているかのように聞かせられているということですね。なのでまずこの2つの音を同時に出すという方法をお教えしたいと思います。まずは鼻歌を歌います。地声でも裏声でも構いません。これだけです。次にこの鼻歌を歌いながら口を動かしてみます。この時点ではまだ2音同時に出てないんですけども、鼻歌を歌いながら口を動かすことができるということが分かったと思います。でこれをね利用して口がねこう動かせる範囲内で、なるべく音を鳴らしてみるっていうのが次のポイントです。このようにね、実は口ってね、少し動かすだけで音を鳴らすことができます。今やったのだと、唇をね閉じてちょっと前に押し出すとこういう音が鳴ったり、で舌も、上顎につけて後ろにピュッて引いてあげるとっていう音が鳴りますね。で3つ目の口の中の空気だけを使って押し出してあげてるんです。この原理さえちゃんとね理解することができれば鼻歌を歌いながら8ビートを奏でることもできると。こんな感じですね。で、ここまで来ればもう4つの音ができるも同然です。じゃあ僕がね普段やってるこの4つの舌、鼻、喉、口のパフォーマンスのね、仕組みを説明していきたいと思います。でまずね僕やってるのが普段舌って言って、これはねまず1音だけね普通に多分みんなも、やることができるかと思います。でこれに次はね、喉を足してという風になってますが、これね、実は喉を指さしてるんですけども、音はどこから出てるかというと鼻なんです。口で出そうとするとガルルラルみたいなちょっと意味わかんない音になっちゃうんで、鼻の方に実は抜いてます。で先ほどの感覚でいくと、このこのをやりながら口を動かすことができるので、このの時に同時になってますね。じゃあその次のね3つ目の音をどういう風に重ねてるかというと、このを抜いて口だけの音で言うと、同時には出ずにこの順番にこう出てるんですよね音が。それにこの鼻歌が乗っかって、ここで2つの音、ここで2つの音が同時に重なっているということですね。でいよいよ4つ目の音、完全に今度ねを抜かしてという鼻歌だけを、鼻から出してます。まあ、ちょっとインチキなんですけども、この
っていう音はもう、どっかにボーイって飛んでっちゃったっていう感じですね。でもこの、っていう音がね、この低くて、こう、キックの音の役割をしてるんで、これの代わりがね、どうしても必要だということで、唇を使った、このキックを、混ぜます。っていうこの、ブーンでキックをやってるんですよね。鼻歌を抜くと、っていう風にこちらも全部交互になってタプトプタプトプタプタプトプタプトプタっていうリズムになるように、口を動かしてます。これ全部口だけしか動かしてないから鼻歌を同時に奏でることができると。伝わるかなこれで、ちょっと早くやるとという風に、まあ、いろんな音が聞こえてるように感じます。まあ、ある意味ね、ビートボックスって少しこう、ごまかしながらやってるとこってのはあるんですよ。どうしても口こう一つしかないので、ね、そのぐらい許してよってぐらいの気持ちで、実際は2音しか出てないんですけども、こう、聴いてる側からすると、こう、3つ4つ、なんかもっとベースも入ってきたし、トランペットも入ってきて、なんか、10個ぐらいの音が同時に聞こえるみたいな状況になるわけです。だから相手の想像力をかき立てるようなね、ビートボックスができればね、よりすごいものができると。はい、ということでね、今回は僕が普段やっている、この4つの音を同時に鳴ってるように、聞かせさせる、パフォーマンスを、伝授しました。でもね、これやっぱどこでやってもこう分かりやすくみんなおーってなる部分があるので、まあ、ぜひね、こうなんかライブパフォーマンスやることがあって盛り上げたいなっていう方は、やってみてはいかがでしょうか。ということで、今回は4つの音を同時に奏でる方法をお教えしました。それではまた次の動画でお会いしましょう。See you next! Beat! Bye bye!